溺れ谷とは、陸上にあった谷が、その地形を保ったまま何らかの理由で、水面下に没してできた地形を指す用語である。陸地が沈降してできる場合と、水面が上昇してできる場合がある。元々のや地形の生因や、地盤変動の原因や規模により、様々な地形を作る。ノルウェーのフィヨルド、島半島のアゴ湾海岸に形成された溺れ谷地形は、沈水海岸や、 人工海岸という、地球上では5氷期に海水面が100メートルほど上昇した。これにより世界の海岸の各地で溺れ谷が生じた。このうち氷河の侵食作用によって刻まれた有事国が沈水してできた溺れ谷の海岸地形はフィヨルドと呼ばれる。北欧やアラスカ、ニュージーランドでよく見られる。フィヨルドでは海水面下でも氷河による侵食が続き、 これも地形成員に大きな影響を与えている。起伏の差の大きい山岳地形が河川の下国作用によって深く侵食されて V 字国が形成され、これが沈水してできた溺れ谷の海岸地形はしばしばリアス海岸となる。一般に陸上で河川の侵食で作られる八型は複雑な樹脂状を作るので、これが溺れ谷となってできた海岸や湾部は 典型的なリアス海岸、岩石海岸となることが多い。こうした地形では、かつての尾根が、岬や島となり、谷が、入江となる。三陸海岸や、熊野灘沿岸部、アメリカ北東部沿岸などがよく知られている。逆に、柔らかい岩石でできた八千形が、溺れ谷となると、海食作用によって、岬が失われ、削られた土砂が入江に堆積し、 平坦な海岸地形が形成されてゆく。深い八地形が大きく、海へ沈んだ場合には、その溺れ谷の先の海底にも古くに形成された谷が認められることがあり、これを陸報告 A シェルフチャンネルと呼ぶ。日本国内では、伊密川や神通川の沖合、富山湾の海底に見られる。海底に見られる八チ型が溺れ谷であるかどうかについては、見解が分かれる場合がある。 陸上でできた谷が沈降したものと見る場合と海底で湧水によって形成されたと見る場合などがある。ありがとうございます。